What's up, YouTube モード？まず今日はオーソリティ vs フォーク大先生です。あ、大先生。はい、大先生お久しぶりです。お久しぶりでございます、はい。フォークが大先生なのはもう全員知ってると。知ってるね。ただオーソリティも優勝してるから。そうなんだよね。そう、オーソリティがここで大先生にどれだけ立ち向かえるか。いやでもこれ俺ね、あのまだ見る前の俺、はい、あ、正直オーソリティぶちかますんだよね。確かに。けど大先生はぶちかましてきたオーソリティをキャッチして空中で切り刻みます。でこうやって乗せてフライパンこうやって返してやって、はいボロネーゼですって言ってきます。どう、食べたいよねそのボロネーゼ。美味しいと思わないボロネーゼ。いやもう満足すぎてダメージもない。なんで満足なんだよ。赤コーナーオーソリティ。儲かってますね。儲かってますね。1000万の面影がここら辺から見える。ここら辺とあとね、多分この服も多分10万くらいするんだよね。1000万の面影が見える。面影が見えてるね。顔の自信の表れで。これ口座に何桁も入ってる顔してる。これもう桁増えてるから。そう。ゼロ増えてる人の顔だよ。それ。大先生だ。大先生の間だった。こんなにあんな間の使い方できるのは、ね、大先生にしかできない。これは現れた。そう、マジでね。貫禄が入ってきた。貫禄が入ってきてるね。これマジで。あのフォーク大先生より先に貫禄が入ってきて。貫禄が覗いて。そう、来い来い来い。ビタミン炭酸系の CM。 ああ確かに CM の曲です。間違いないな。青春ハイスクールハッシュタグってあるよね。も俺もなんかポキ超えて普通に確かにって言っちゃってたもん。もうお互い試合前に何か一言ありますか？大丈夫ですか？試合前の一言ってむずくね。むずいよね。試合前何かありますか？あ、絶対倒したいと思います。言わない。言わない。そんな言わないよね。言えない、うん、それで負けたら、いや絶対倒せると思ったんですけど、一生残り続けるから。この YouTube っていう媒体に本当にそうなんだよね。多分ここでさ、せっかくこれから言葉吐き出すの理由出したくないよね。確かに。普通にレディーファイト。ドラムほんの遅い、どん底から最小回、そう遠くない、アイスパン大事、スタートレス、物足りねえって時フラット出る俺。この首元全然まだ冷たくない、早くぶら下げたい俺もダイヤのチェーン、まあまだまだ負ける気ないわボケ。まだまだ足りないから、まだまだ足りないんだ。まだまだ1000万取っても足りないから、もっとアイスイアイスイしたいから、まだ冷たくないから、首こんなになるぐらいにしたいってことでしょ。そう、だからダイヤのチェーンでもう首こうやって歩きたい。こう支えながら歩きたいってことでしょ。そう。オーソリティを大先生に当てたくなる理由もわかるわ。そうだね、うん、もう萎縮がないよね。まあまだまだ負ける気ないわボケ。ダイヤのチェーンだってもう勘違いしちゃってんのかね、オーソリティ。うん、恐ろしい。そんな感じじゃこの先危ういぜ。いや、そういう時代じゃねえ、お前が出てることも取ったらしいね。1000万サミット優勝、それめでたい、だけどそこには俺が出てない。ああなるほど。今最初言ってたさ、うわダイヤのチェーン欲しいとか言っちゃって、もう勘違いしちゃってみたいな。うわ大先生の貫禄。言ってんじゃん。で今の部分しか分かんなかったじゃん、うん、多分めっちゃ深いんだよ。確かにめっちゃ深いんだよ。そこを知りたいじゃん。それがやっぱ大先生のバースだよね。バースなんだよね。あの深い重い、深い重い、酸素ボンベないみたいな。考えさせられるやつ。酸素ボンベ、いや合ってる。深い重いじゃん。深いじゃん、うん、重いってことは多分水がね、多分水じゃないんだよ、多分重い。今陸にいるじゃん。うわぁそういう日タイプか。現実をちゃんと突きつけてくるタイプね。ボケが通じないタイプ。だけどそこには俺が出てない。まあまあまあ、そこ出てないバトルサミット、そいつは過酷なミッション。俺は知ってない勘違い、ただただあんたの
の範囲外なだけ、うん、俺にとっては範囲内当てるサーチライン、今も眩しくないもっとでかいステージさすまで上げていくアベレージ、いやいや範囲外からお前の範囲内に踏み込んでいくパンチライン、ちょっと何これ、これやっぱ範囲外から範囲内に決めるパンチライン、もうねあのルーブル美術館とかに飾ってほしい書いてほしいよね、うそしたらさ後ろで手組みながら、うそ範囲外から範囲内に決めるパンチライン、まだ忘れる、まだボンソワボンソワなんでフランス人になってんね芸術点高すぎて今で上げていくアベレージ、いやいや範囲外からお前の範囲内に踏み込んでいくパンチライン、そんな感じで距離を詰めていくぜ、俺らトリを飾るけど俺がトリならばお前はニナ、どっちがウィナーか分かるだろ準備いいな、いやいや証明するどっちが上かこの一本でな、トリまたトリ来ましたよ、鳥じゃん、2羽鶏がいるを前回見てるから、鳥じゃん俺最初鳥ってさ最後の人の鳥かと思った、あけど最後の人の鳥の意味も含めて鳥行くじゃんってことは、俺が鳥ならお前はヒナ、ここでなってくウィナ、このバースもルーブル美術館行けますさっきのパンチラインなんじゃ、俺はこう見てて、うん、まだ次の作品行くじゃん、あ、ヒナ、トリヒナウィナ、あー、ボンソワ、ボンソワ、ボンソワフォーク大先生、鳥好き、鳥好き俺ら鳥を飾るけど、俺が鳥ならばお前はヒナ、どっちがウィナーか分かるだろ、準備いいな、あいやいや、証明するどっちが上か、この一本でな、どっちが上か、どっちが触れたとか関係ない、噂のためは距離詰めてグリーンファイター、俺あの頃よりちょっと進化した、まあ上とか下気にせずこの下の上とか下世界の中で話したことだけ今伝えたい、上か真下進化した先を見た上でお前の先が心配だ、それでマウント取ったつもりになって錯覚してんだったら俺が下から三角締め決めてくぜ、まるで半角みてえに癖のあるスタイル、実際のとこお前は半角以下だ、単なるイカだとクルーザーぐらい差がある、お前がおそらくクルーザーだろうな、かわいそう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 第一リアクションかわいそうだね、かわいそう、痛い、痛い、痛いよね、半額以下って言われて痛いよ、勘違いやろうって言われて多分ね、フォーク大先生の勘に触るようなことをねどっかに言ったんだよ、言いましたね、これは確実に、あ、誰やこいつで思ったんだろうね、いやー、おもろい、ぐさぐさ言葉がいっぱい、ぐさぐさ言葉がいっぱいいっぱいマジでマウント取ったつもりになって錯覚してんだったら俺が下から三角締め決めてくぜ、まるでまずここで三角締めされます、まここでまず呼吸の確保が大事です、はい、まるで半角みたいに癖のあるスタイル、実際のとこお前は半角以下だよ、うん、まあここで半角以下と呼吸ですら難しいのに、そう止められてるじゃん、で、いや、探る男ってしてるじゃん、ここからなんとか軌道確保で半角以下だ、チーンでもまだ止まりませんよ、チーン自分でこうやって、こうやってやるしかないじゃん、自分で失敗するやるしかないじゃん、単なるイカだとクルーザーぐらい差がある、お前がおそらくまあここでイカダとクルーザーと言われると、もうオーソリティはオーソリティから三角締めされてる半額以下のイカダにされた、そうだねされたね、イカダ三角締めされてる、ただここでオーソリティの最終バース来るから、もう軌道の確保どころか呼吸はしてないです、はい、そこもうまずイカダだから、イカダだからね、三角締めされてる、まず肺とかないかイカダとクルーザーぐらい差がある、お前がおそらくクルーザーだろうね、わーこれオーソリティすげえな、すげえ、おっさんてめえ心配性だな落ち着けよみたいな、まあしっかりしろよしっかりしろよ大丈夫大丈夫お前先見ろよみたいな全然だから聞いてないんだよ、岡田先生は多分プチッて怖
これこの後が怖い、ね、ここからもう何にされるか、何にされるか、ね、魔人ブーみたいなクッキーにしちゃおうかみたいなチョコになっちゃえ、そうからね、おっさんもうちょっとしっかりしろよ、しっかりした上でここに立ってる、お前もタイトル持ったらしいな、どっちが持ってるかの勝負、持たざるものじゃなくなったとこで何が言えるかだ、チャンピオンになったらしいな、だがそっからがきついんだよ、その先で戦ってる俺を見くびんなよ、どんだけやってると思ってる、俺の勝ち間違いねえだろ、いやー最後はバースじゃなくてお言葉だった、お言葉だったね、マジでめっちゃ唾飛んだよ、お言葉ブシャブシャシャワーだったマジでお言葉ブシャそれだから俺が三角締めされてたんだ、あ、多分そうだね最初からずっと言ってたことが分かったね、うん、あーダイヤモンドつけたいとか勘違いしちゃって、そういうことじゃなかった、もう全部取ってきてるから、取ってきてるんだよ、普通にもうこれもう全部アスルーブル美術館だよ、そうだね、これこの試合をもう飾ろう、そうだね、この試合をこれはもうあのフォーク大先生のお言葉集、これルーブル認定です、ルーブル認定だね、そうフォーク大先生のお言葉集ないから静かに聞いて、俺もそれ聞いてる時俺もこうなってるからお言葉集、はい、ああなるほど、チャンピオンの後がむずいと、ああなるほど、ただ歩くだけじゃダメ勝者青フォーク、文句なしの勝利、文句なしだね、そう貫禄っていうかもうスキルで勝ってた、いやスキルでも勝ってたし貫禄でも勝ってたし、何が一番勝ってたかって経験値、経験値だね、経験値バースを超えてお言葉だった、お言葉なんだよね、やっぱフォーク大先生は大先生なんだよ、やっぱそうだ、ね、俺らは間違ってなかった最初から、これね大先生、大先生じゃないな、教授だ、プロフェッサーフォーク、プロフェッサーフォーク、これはプロフェッサーフォークが言ってた、はい、あ、いや間違えた、あのおっしゃっていた、あ、はい、あのお言葉なんですが、それオーソリティがどう受け止めるかどうかですね、確かにね、これはということで、オーソリティ対プロフェッサーフォーク見てくれてありがとうございました、ありがとうございました、みんな下の子と上の子忘れずに押してください、また次回の動画でお会いしましょう。